上なんですけど、河川の方に来てます。うまくレンジをコントロールできない。もうちょっと散歩しようや。はい、おはようございます。今日なんですけど、河川の方に来てます。まあ、ここ最近自分のスタイル貫きすぎて結構坊主食らってるんですよね。なんで今日は確実に魚釣れるように、まあ、短時間なんですけどやっていきたいと思います。時間が今お昼ですね。泣いていいんだよそんな。昼からまあ夕方までがっつりやっていきたいと思います。それではレッツゴー。さあやっていきましょう。はい、今日は河川ですね。オープニングでも言ったと思うんですけど、久しぶりに来たんですけど結構減衰しましたね。もう向こうほぼほぼ水なかったんで、消去法で水があるところプラス、今日が出てきて分かると思うんですけど、こっち側がシェード側になってるんですよね。でちょっとここに入ってみました。時間帯がお昼なんで、まあ、ちょっとリアクション要所、リアクション要素を狙ってみようということで、リベロこれから行きたいと思います。さあ行きましょう。ここの川見ても分かると思うんですけど、ストラクチャーに乏しいんですよね。そして水深変化もあんまないんで、ぶっちゃけ魚がどこにいてもおかしくない、特にこの季節柄ってなってくると、こういったシェード、そして、まあ、この川来たことある人は分かると思うんですけど、結構ボトムに岩が点在してるんですよね。なので、まあ、去年はこの時期バイブレーションとかよく対応してたんですけど、ちょっとバイブレーションは投げにくいかなと。でもボトムを探りたいなというので、トップバッターはリベロスで、一応もう一本持ってきてるんですけど、もう一本も同じリアクション系で、瞬的パッと31の瞬的で狙っていこうかなと思います。まあ、リベルの方はこういった感じでただ巻きでも誘えるし、こういったアクションつけてリアクションでも誘えるんで、まあ、リベロでサーチしつつ、怪しい部分とかちょっとリベロじゃ厳しいかなと思ったところは瞬的を入れて、この時間帯のバスを釣っていこうかなという作戦です。ただ巻きで食うほど魚の活性がいいならいいけど、まあ、もう水もあんまないし、ここ最近の寒波がひどいんで、あまり魚的には動けてないのではないかと思うんで、ちょっとリアクション気味に狙っていきます。でもあまりフィネスフィネスすぎると、ここの川この時期にもかかわらず結構水汚いんですよ。なんで気づいてもらえない恐れがあるんで、一応カラーもカラーでアピールということでブラック。なるべくアピールが強いルアーではないんで、決してしつこくしつこく一箇所狙って、効率は悪いですけどこの釣りで行っていこうかなと思います。うん、結構岩が入ってる。こういった隙間にバスも身を寄せると思うんで、こういう時期シャットとかも強いと思うんですけど、見ての通り足場が高いんで、うまくレンジをコントロールできない。
やばい、ネットが届かん。この非常事態。抜ける？抜いてみる。やばいな、降りる場所ないもんね。行ってみる。うわ、結構でかいな。嘘、どうしましょう。散歩しようや。歩こう歩こう、私は元気。すまんな。いやね、ちょっと前当たりみたいなのちょっとあったんですよ。何と前か。これは無理しちゃいかんな、絶対。ちょっとあまりサイズ感が分からんけど、結構いいサイズ。前当たりみたいなのあって、喋りよった時に合わせ遅れて話されたんですよ。まさかのオープニングフィッシュ。やばい、このネット役に立たん。もうちょっと散歩しようや。ごめんよ、付き合ってくれて。悪く思わんでくれ。さすがバレんでくれよ。高所恐怖症なんですよ、私。よいし、来たぞ来たぞ。よし、すいません、長いファイト。視聴者さんもバスさんもごめんなさい。いいね、サクサクと。44センチ、ウエイトも結構ありそうね。ヒットルは7g ですね。今年の金環境はもうちょっと収まりそうだな。最高バッセー。ご視聴ありがとうございました。